支援課の他のメンバーは別の場所で保護しています。ロイドさん一人こんな場所に交流するのは申し訳ありませんが、俺のことはいいさ。でも保護っていうのはさすがにおかしな言い方だな。一体何から保護してくれるって言うんだ。君だってもうとっくに気づいているはずだ。クロスベル氏の襲撃を企てた真の黒幕が誰かということも。フラノ、君の妹さんを傷つけたのが誰かということも。それでも私は警備隊のメンバーですから。それが国防軍に名を変えた以上、軍人としての責務を果たすだけです。そうでないとクロスベルは本当に帝国と共和国に滅ぼされてしまう。ノエル、キアちゃんのことだってこのままでいいとは思えません。結社みたいな得体の知れない連中の力を借りることだって。でも帝国軍は本当にあの恐ろしい連射砲を撃ったんです。命中したら何百人もの犠牲者が出たかもしれない大量破壊兵器を。そう長くは続かないと思います。クロスベルが危機を乗り越えたらきっと釈放されると思いますから。だからどうか今は辛抱していてください。あの時俺はろくな言葉を返せなかった。それだけじゃない、キーヤが思い詰めていたのだって全然気づけなかった。忙しさに翻弄されるだけで本当に守るべきものも守れずに、キーヤの素性にしても兄貴を殺した犯人にしてもちゃんと突き止めようと心に誓ったはずなのに。ガイ・バニングス、兄貴を殺したのもあなたなのか。ああ、その通りだ。ごめんね、今までありがとう。大好きだよ、みんな。兄貴、ごめん。やっぱり俺、兄貴に全然追いつけてなかったみたいだ。だってもう俺はどうしたらいいか、それさえも。ざまあねえな。俺たちを追い詰めてパクったリーダーがその手たらくとは。こんな場所で半年以上冷や飯を食らっているのがバカバカしくなってくるぜ。放っておいてくれ。あんたがこの場所にいるのはどう考えても自業自得だし、あんたたちを逮捕できたのだって運が良かったのが重なっただけさ。そうだ、別に俺たちは実力で壁を越えたわけじゃないんだ。心機くせえ小僧だな。ま、無理もねえが、噂を聞く限りとんでもねえ状況になってるみたいだしな。 IBC 総裁が全ての黒幕で、今や独裁国家の大統領、赤い星座やら結社やら国防軍に風の牽制までことごとく敵に回ってるわけだ。
トリプルヤグマンどころの話じゃなさそうだな。ま、今は嵐が通り過ぎるのを待ってるのが正解ってもんだぜ。この状況で抗おうなんて正真正銘のバカしかいねえだろう。てめえの兄貴みてえな、な。そういえば、うちの兄貴と面識があるんだったか。ふん、面識というほどぬるいもんじゃなかったがな。こちらがいくら脅しつけても懲りもせずに嗅ぎ回ってくる。かと思えばばったり屋台で出くわした時に平気で一杯進めてきやがる。厄介で忌々しい若造だったぜ。兄貴らしいな。ま、殺しても死ぬような玉には見えなかったが、あっさりいっちまったからな。世の中なんてわからねえもんだぜ。兄貴はずっと抗い続けていたのか。ああ、うち以外にも首を突っ込んでたらしいからな。大物議員の汚職から帝国と共和国の諜報活動、ヨアヒムの野郎の動きまで、呆れるくらい精力的だったのは間違いねえだろう。そっか。おい、勘違いしてるみてえだが、ガイ・バニングスってのは別にすげえ男じゃなかったぜ。キレと凄みで言うならマクレインの方が上だろう。絡め手と根回しだったらセルゲイの方が上だろうしな。合理的な判断と処理能力なら一家のダドリーの方が上。つまりはその程度ってわけだ。それは考えてみれば確かにそうかもしれない。奴に抜きん出てたところがあったとしたら、せいぜい諦めないことくらいだろうぜ。それが多分半端ねえ行動力につながったんだろうし、大物相手にも食い下がれる原動力になってたんだろう。それでいて周りが見えてない空気の読めなさもなかったし、なんだこの若造はって当時思ったもんだぜ。いいか、ロイド、男だったら目の前のものに体当たりでぶつかってみろ。てめえの心でてめえだけの真実をつかみ取ってやるんだよ。そうすりゃてめえが何をしたいか見えてくるはずだ。多分兄貴の諦めの悪さは大切なものを守るためだったと思う。それも身内だけじゃなくて、クロスベルという町そのもの。その意味ではあんたたちルバージェですら守る対象だったのかもしれないな。何？守るって言うとおこがましいかもしれないけど、多分兄貴は体当たりで今のクロスベルを作ってきた流れを見極めようとしてたんだと思う。その上でクロスベルそのものを自分なりに守ろうとあがいていた。そいつはバカ以上のとんでもねえ大バカじゃねえか。ああ、俺は到底そこまでバカにはなれない。でも兄弟だけあって似ている部分もあるみたいだ。何？てめえまさかここから逃げ出すつもりか？逃げ出すんじゃない、真実を見極めに行くつもりだ。
クロスベル警察特務支援課に所属する捜査官として、囚われたみんなを解放してキーヤを取り戻すためにも。てめえも十分大バカ野郎だろうが。ガルシア、見せてみろ小僧。この状況でてめえという男にどんなことができるのか、覚悟と決意のほどをな。なんだ、奥からみたいだが。おら、その程度がガキや。喧嘩？いや、リンチか。おい、やめろ。何をやっている。てめえのせいで俺たちは冷や飯を食らうことになったんで、このままぶち殺してやる。ダメだ、聞いちゃいない。仕方ない、踏み込むぞ。ああ、警戒を怠るな。やめろガルシア、それ以上やると撃つぞ。俺としたことがつい熱くなりすぎちまったようだぜ。貴様、ここに入ってからずっとおとなしくしていたと思えば。いいから下がって両手を上げろ。いくら人手が足りないとはいえ、同室にするべきじゃなかったか。おい、大丈夫か。内臓が破裂したかもしれん。とにかく医者を。いや、必要ない。貴様、うわはあ、気がとがめるな。今更か。俺を殴ってくれとか言い出しやがった時は土地狂ったかと思ったが、なかなかの策士じゃねえか。あんたこそ迫真の演技だったよ。つ、本当に奥歯を折られるとは思わなかったけどね。おかげでそれっぽくなっただろう。約束通りここから出るまでは協力してやろう。で、どうするつもりだ。ここは拘置所の3階、詰めている兵士も少ないはずだ。なんとか巡回を突破して1階の出口から脱出しよう。いいだろう。久々に俺も暴れさせてもらうとするか。
奴ら一体何をしてるんだ。こっちは早く。お前たちは押せ。行くぞ。覚悟はいいか。楽しくなってきたぜ。俺の番だな。楽しくなってきたぜ。行くぞ。俺の番。よし。貴様ら。逃がすものか。エニグマを使った緊急警報システムか。さてどうする。想定内だ。このまま強引に突破する。いいだろう。いたぞ。そこを動くな。全力で行かせてもらうぞ。よし。よし。行くぞ。楽しくなってきたぜ。軍用剣を使い始めたのか。警備隊の時にはそんなの使っていなかったはずなのに。俺たちの運用成果を利用したのかもしれねえな。ひょっとしたら薬で操っているのかもしれねえ。いい感じでえげつなくなってるみてえじゃねえか。あんたが言うな。ソーニャ司令やダグラス副司令の判断とは思えないけど。
ルシア、支援課の若造もいるぞ。レイ、まとめて捕らえろ。さあかかってこい。息が上がってきたじゃねえか。そんな低たらくでこの先を切り抜けられると思ってんのか。ああ、俺一人じゃ無理だとは思うけど、あんたの助けがあれば拘置所からの脱出は可能だ。使える力は使わせてもらうさ。ふん、開き直りやがったな。いいだろう、とっとと抜け出すぞ。数が多い。でもあれを突破できれば。このまま一気にぶちかましてやるとするか。脱走者は2名。元マフィア幹部のガルシアと支援課のバニングスと思われる。国防軍の誇りにかけて絶対に拘置所から出すな。イエスサー。誇りときたが。な、もう降りてきたのか。悪いけどここは押し通らせてもらう。その誇りとやらを見せてもらおうじゃねえか。かかれ。覚悟はいいか。行くぞ。楽しくなってきたぜ。
る。まだやれる。やるじゃん。負けるせいか。悪いな、先に行かせてもらうよ。よし、やったぞ。なんとかなったか。しかしあんた、やっぱり凄まじい戦闘力だな。ランディや赤い星座のボスも相当なものだったけど。オーガロッソ、シグムントだ。両兵時代に何度か遭遇したが、正直本物の化け物だったぜ。噂じゃ娘の方も相当ヤバいと聞いているが。ああ、結社の連中より単純な戦闘力では上かもしれない。ま、結社の方にもとんでもない使い手がいたけど。そんな化け物どもとこの先やり合う必要があるわけか。善と多難じゃねえか。はい。なあ、まったくだよ。封鎖されているな。近くでロックを解除できると思うけど。そこの部屋だろ。とっとと解除してつながるぞ。よかった。ここに保管してあったか。どうやらクォーツも全部揃ってるみたいだ。ほら、さっさと行くぞ。兵士どもに囲まれてぶち込まれたくなければな。ああ。
やった。よし、とっとと出るぞ。ガルシア、慣れ合いはここまでだ。ここから先はてめえ一人で行くんだな。え、これでも一応ルバーチェの若頭でな。手下はもちろん、あの会長だって放って逃げるわけにはいかねえ。待ってくれ。だったらどうしてここまで付き合ってくれて。それにいくらあんたでも一人じゃどうしようもないだろう。だったら俺も。履き違えるな小僧。真実を見極める、てめえはそう言ったはずだ。捕まった仲間を解放してあのガキを取り戻すとな。こんな場所でグズグズしてる暇はあんのか。ありがとうガルシア。立場上、あんたたちの脱走を歓迎することはできないけど、どうか無事でいてくれ。無用な心配ってもんだぜ。ロイド・バニングス、あの野郎の弟か。なかなかいい面構えになってきたじゃねえか。いたぞ。血の利は十分だ。このキリングベアの鉄拳、存分に味わってもらうか。エイドスの加護。プレロマ層がここまで。俺が捕まっていた間に咲き始めたってことか。もしかしてキーヤにも関係しているのか。全てはここを切り抜けてからだ。とにかく一旦街道を目指そう。あらゆるルートを想定して何としても切り抜けてみせる。やっと、やっか、やっか、やっか。速攻で蹴りをつける。そこだ、そこだ、行くぞツテア。よし、もう大丈夫だ。しまった。
なんとか隠れてやり過ごさないと。目標発見。ロイド・バニングスだ。挟み撃ちにするぞ。こうなったら。さすがは元警備隊。どうするロイド・バニングス。いたぞ。確保しろ。負けられない。そこだ。よし、よし、任せてくれ。任せてくれ。まだまだいける。